帰ります。また日本、これ今回は1ヶ月日本にいます。長い。今日はチームスタッチュイで和教会の今ですね、アウトドアの大先輩にあたる方のお話を聞きに行きます。私は奥さんと結婚知り合った時のきっかけの、OBS っていうのがあるんですけど、アウトドア、そこを作られた、初期メンバーの方ですね。今日はアウトドアとは関係ないですけど、その方のお話を聞きに行きます。今日の一本、モスコット、もともとは USA ですね。タートとかと並んで人気なんですけども、まあ今も人気ですね。そんなに高くないです。新品でも2万円ぐらい。はい、モスコットです。このラウンジに今日8時間います。8時間、いつもラウンジ7時だと思ってたら12時だったという飛行機がですね、なんで8時間ここにいるんですけどね、もうあっという間に過ぎちゃいましたね。あの仕事してたら、ここはすごい、会社でやっているようで全然いいですね。もしかして最終日早めに来てずっとここで仕事しててもいいかもしれない。だいぶいろいろひらめいたな。